こんにちは、まるごとバナナですね。まあ、今回の動画ではね、初心者におすすめの爬虫類を、まあ、トカゲ編ですね、3匹説明していきたいと思います。まず1匹目が、まあ、フトアブヒゲトカゲですね。あの子は、まあ、紫外線とミューミューミューこれが一番おもろい。まず一つ目に、まあ、必要なものとして紫外線が必要なんですよ。はい、どうして、まあ、紫外線と、まず必要なものを説明しますね。まず一つ目にバスキングライト、二つ目に、まあ、紫外線のライトですね。まあ、この二つが飼育に一番、まあ、難易度が高い点かなと思うんですけども、それ以外はとても簡単な種類ですね。まあ、基本的雑食で何でも食べますし、丈夫で飼いやすいと思います。まあすごく簡単な種なんですけど、初期費用がね 4,5 万ほどかかるんで、まあ結構金はかかりますね。まあ、2匹目に紹介したいのがオニプレートトカゲですね。あいつはマジで優秀で、基本的にはフトアゴと全く同じ飼育方法で飼えるんですよ。なんで見た目で決めていいと思います。こいつもねマジで優秀です。飼育したことはないんですけど、バカ優秀なんで、まあ、おすすめですね。3匹目がねアオシトトカゲってやつなんですけどね、こいつはちょっと得してね、すごいんですよ。ライトがいらないんですよ。なんでコスパがいいんですよ、めちゃくちゃ。マジでコスパいい。まあ、けど生体が3万円でクソみたいに高いんだよ、トカゲ。まあ、けどこいつのいいところは、まあ、腐った肉でも何でも食うんですね。マジでプロ。ゴミでも何でも食う。何でも食うんでクソ楽です、飼育法。まあ、あと必要なものがケージと、まあ、自分の動画撮ってるんですよ。買ってみてください。じゃあお疲れ様でした。バイバーイ。